薬品副作用被害救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、万が一入院治療が必要なほどの健康被害が起きたときに、医療費や年金などの給付を行う公的な制度です。医薬品の有効性を引き出し、副作用のリスクを最小限にするためには、医療現場における医薬品の適正使用が重要です。しかし、もし副作用が起きてしまった場合に思い出してください。患者さんはそれが副作用とわからない場合や、この救済制度を知らない場合もあります。そのため、医療現場で活躍する医療関係者の皆様が、この救済制度を理解し、患者さんと救済制度の橋渡し役となっていただくことが大切です。